それではここからはですね、今日これまでのその連立次方程式の話を用いまして、そのベクトルが線形従属になるためのその十分条件について調べていきたいと思います。ごめんなさい、これはまだですね、これは政治連立次方程式の話です。政治連立次方程式の話でしたね。ちょっと待ってくださいね。はい、ここまではそうですね、政治連立次方程式の話で失礼しました。ここではですね、政治連立次方程式は、m が n より小さいとき、すなわち方程式の解の個数、方程式の個数が変数の個数より小さいときに、無限個の自明でない解を持つという性質が知られております。一応その理由としてはですね、その方程式の拡大係数行列を簡約階段行列に変形するとですね、その階段の個数が結局、n より小さくなるので、解の自由度が、正になるということから、こういうことが言えるんですけれども、このことからですね、次の結果が得られます。これが教科書の49ページの定理 2.5 ですけれども、これ線形従属のための十分条件ということで、適当に取ってきたベクトルが、適当にというか、ある叱るべき方法によって定義されたベクトルが、線形従属になるための十分条件をこう示したものです。で、ちょっと内容をまず説明しましょう。ここでは、もともとの数の対を実数か、あるいは複素数としまして、で、m は n よりも小さいものとします。で、ここで、この L 項の数ベクトル空間ですね。だから数ベクトル空間で、ベクトルは成分を N 項、L 項並べたものなんですけれども、この L 項並べ、L 項の成分を並べたベクトル A1 から AN っていうのはですね、この B1 から BM の線形結合で表されているものとします。で、この B1 から BM を使って、この A1 から AN っていうベクトルを線形結合で作るんですけれども、その作ったベクトル A1 から AN の個数が、この元を作るのに使った B1 から BM の個数より多い場合ですね。多い場合には、この A1 から AN は線形従属になるというのが、この定理の主張です。で、それから特に、N が L より大きいならばって言ってますね。これはどういうことかっていうと、この A1 から AN の個数ですね。個数が、この、数ベクトル空間のその、成分の個数 L よりも大きいならば、この A1 から AN は常に線形従属であるということも言えるって言うんですね。で、この授業の最初の回の方でですね、その平面ベクトルの話をしました。2つの成分を持つ平面ベクトルですね。で、平面ベクトルが、3個集まると必ず線形従属になるという話が気づいた人がいまして、それはなる平面ベクトルが3個集まるとそれは全部線形従属なんですかっていうことをちょっと質問してきた人がいたんですけれども、実はそれは正解ですね。それはこの定理によって言えるという話であります。ということで、今説明ですね、もう一回繰り返しになりますけれども、M と M が L、N が M より大きいと、それから L が N より大きいときに、この L 項の数ベクトル空間の M 項を使って、この線形結合を N 項作ると、これらは線形従属になるということ。それから、L 項の数ベクトルを L プラス1個、またはそれ以上持ってくると、それらも自動的に線形従属になるということを言っています。で、じゃあそれをですね、証明しなければならないので、一応証明が教科書にも載っておりますけれども、ちょっと少し解説をしたいと思います。調べるべきことはですね、この今示したいのは、この A1 から AN が線形従属だってことを言いたいので、
どういうことをやるかというと、この a1×x1 プラス点点点プラス an×xn イコール0っていう関係式を作って、こういう関係が満たされるときに、この x1 から xn がもし0しか取れないんであれば、この a1 から a の線形独立なんですね。0でないものがこの x1 から xn に取れれば、この a1 から a の線形従属だってことになるわけです。ですので、具体的には、今の問題設定からこういう関係式を作ったときに、x1 から xn で0じゃないものが取れますよっていうことを示すというのが証明の目標です。そこで、まず問題設定ではですね、この a1 から an を b1 から bm の線形結合では、a1 から an は b1 から bm の線形結合で表されていますということを言ってますので、じゃあ実際に線形結合で表しておきます。こんな感じですね。この ai はこの CGI×BJ ってこういう形の積の和で線形結合で表されているものとしましょう。で、これを使って、今度はこの x1a1 プラス点点点プラス xanan イコール0っていうののこの AI にこれを代入してみます。そうすると、こういう形ですね。x1a1 プラス点点点プラス xanan がこの xi と、それから先ほど AY をですね、この BJ の線形結合で表したものですので、こういう形でこう表せると。で、とりあえずこれを全部展開すると。そうすると、こういう形でこうパーッとこう展開できるわけです。で、今度はこれですね。この赤枠で囲った部分でこうまとめてみますと、これ先ほどは a1 から an っていうベクトルの線形結合だったんですけれども、これを b1 から bm っていうベクトルの線形結合でこう表すことがこうできるわけですね。で、さっきの a1 から an が線形結合であるならば、これを b1 から bm の線形結合で表したときにも、これは全部0に、このですね、係数のこの、シグマのあるこの和の部分っていうのは全部0になっていなければならないはずなので、で、これを、こういう条件を満たす、その x1 から xn というこの変数の、存在を調べてみることにします。そうしますと、解くべき連立一次方程式っていうのは、これらのですね、この係数が全部0に等しいよっていう、こういう条件で解きますので、それを全部まとめると、こういう形の連立一次方程式が得られます。で、ここで変数の個数は n 個で、で、方程式の個数は m 個ですね。ですので、係数行列は、m 行 n 列ですね。で、しかも行の数の方が列の数よりも小さいわけですね。で、m が n より小さいと。で、このことから、方程式を解こうと思うと、これの方程式の拡大係数行列を簡約階段行列にバーッと直していくわけなんですが、簡約階段形を作ったときに、これは少なくとも階段がですね、n 個は n 段にはならないということですね。行列の行数が変数の個数よりも小さいですから、階段を作った時の階段の段数は n よりも絶対小さくなるということで、解の自由度が正ということになりますから、自明じゃない解が存在するということになります。で、このことから、この自明でない、これちなみにこれは正時連立一次方程式ですね。右辺が0だから正時連立一次方程式なんですけど、正時連立一次方程式で自明でない解が存在するので、その解を使ってこの a1 から an の線形結合を作ると、これが0になってしまうんですね。で、こういう線形結合が0になって、かつこの係数の d1 から dn で0でない組み合わせがあるってことは分かるので、この a1 から an は線形従属であるというふうに結論付けられます。ということで、ちょっと論述の仕方が少し複雑ですよね。何段階かに分けて証明してますので、その証明の段階を一個一個確認していってほしいと思います。まず示したのはこれで x1 から xn が全部0っていう組み合わせがあるかどうかっていうことを知りたいので、
まず x1 から xn を、あ、じゃあ a1 から n ですね。a1 から n をこの b1 から bm の線形結合で表して、でそれで連立一致方程式をこう作り変えていってですね。で、この各係数が0になるためのこう条件を調べていったら、あの x1 から xn で、まあ、自明じゃない、つまり全部0ではない解が存在した。まあ、こういうあの道筋になっております。ここまでよろしいでしょうか。まあ、あの多分あのなかなかこの場ですぐ理解できている人はあのそもそも授業出てくる人ないと思いますので、あの多分多くの人はあの講義で聞いてもよく分からないと思います。僕もそうです。僕もそうでした。僕もそうでした。あの授業の時はそうでした。で、あの、まあ、先生の話聞いてから、んー、なんかそういう話なのかよく分からないなと思って家に帰ってから一生懸命こう何回も何回も教科書を見てですね、で、あの先生の説明がここではどういうこういうことを言ってるの、ここではこういうことを言ってるのかなということをこうあの追いながらですね、自分で理解していくということをやってましたんで、まあ本来はあのそうやってあの線形代数も勉強していくことになるかと思います。まあ、あのやるかどうかは皆さん次第です。はい。で、今日の最後ですけれども、数ベクトル空間の規定の個数の一位性というあの性質ですね。あのこれはあの教科書の定理50、教科書の50ページにあります定理 2.6 です。で、ここでもともとの図からは実数か複素数全体としまして、それからこの A1 から AN でですねの線形結合全体によるそのベクトル、線形結合によって作られるベクトル全体の集合ですね、あのこういうその斜め括弧、まあ、ブラケットとも呼びますけど、これのこういう形の記号で表しておきます。A1 から AN を並べて、こういうあの括弧で囲って、で右下に K と書くと。で、まあ、これで、その A1 から AN の線形結合、まあ、K の弦、対 K の弦による線形結合全体の集合を表します。で、この定理は次の2つのことを言っています。A1 から AN ですね、このっていうあのベクトル、それから B1 から BN、BM っていうベクトルがそれぞれ線形独立で、かつあの A1 から AN で作られる線形結合全体の集合と B1 から BM で作られる線形結合全体の集合が集合として一致するならば、実は M イコール N ですよと。だからこのベクトルの個数は実は等しいんですよってことを言っています。これが一つ目です。それからもう一つはですね、この A1 から AN、これはあの KL ですね、L 項の数ベクトル空間ですけど、A1 から AN が線形独立かつ、この線形結合全体の集まりが、この L 項数ベクトル空間全体に一致するならば、N イコール L ですよと。すなわち、これ、生成っていう言葉を前にやりましたが、生成という言葉を使ってみますと、この A1 から AN でもしこの KL っていう数ベクトル空間が生成されるならば、実は N っていうのは L なんですと。だから L 個の一独立な、線形独立なベクトルで、この KL っていう数ベクトル空間を生成できるんですってことを言っています。で、まあ、一応これも証明がですね、教科書には3行ぐらいちょろっと書かれていてですね、ちょっと、まあ、簡潔なのもいいんですけど、まあ、もう少し解説しようかなと思って書きました。まず1番目はですね、もし、もしですね、この M と N、この M と N ですね、この A1 から N、個数の N と M が等しくないと仮定すると、例えば M が N より小さいと仮定すると、A1 から AN は B1 から BM の線形結合で表されて、でかつ、M が N より小さいですから、A1 から AN は線形従属。っていうのは先ほどの定理にありました。これはこれ A1 から AN は線形独立の仮定に矛盾するということですね。で、それから、これ逆にですね、M が N より大きい場合について仮定した場合にも、同じように矛盾が生じるので、結局 M と N は、両方というのは、この A1 から N と B1 から BM がどちらも線形独立であるならば、この M と N は等しくなければならないということが言えます。で、2番目の方はですね、まあ、L 項の基本ベクトルですね。まず、この基本ベクトルというのを持ってくると、この L 項の基本ベクトルは線形独立で、
かつ、この A1 から EL の線形結合は、この KL っていう数ベクトル空間をも全部生成するということが分かっています。で、それゆえに、この1番の性質を使うとですね、この A1 から AN が線形独立かつ、これらがその KL を生成するならば、それは E1 から EL が生成する線形結合全体の集合に一致しますので、結局このベクトルの個数も生成するに使うベクトルの個数も一致するということが言えるというわけです。はい、ということで、なんか今回もですね、かなりベクトルの線形独立のために条件を満たすときの個数とかですね、いろいろ抽象的な話がありましたけれども、一つこの最後の定理で言えるのは、この数ベクトル空間を生成するために必要なその規定の個数っていうのは必ず1に定まるということが分かりまして、でそれが皆さんがよく使っている次元っていう言葉概念につながっていくというのをちょっと予告しておきたいと思います。はい、ということで今回の授業のまとめです。今回は連立次方程式について中心に学びました。でまず拡大係数行列についてを定義しまして、それから連立次方程式の解法として、その拡大係数行列を簡約階段行列に変換するというやり方を見ていきました。それからあと正次連立次方程式とその基本解について紹介しまして、最後は数ベクトル空間の規定の個数が一時的であるという性質について説明をしました。次回の内容ですけれども、次回はですね、行列の回数ランクについて見ていきます。主な概念はこのようなものを学びますので、まず行列の回数ですから、教科書でいうと第 2.4 節をずっといきますので、そこを予習をしておいてください。第 2.5 節の付録のところは飛ばします。そして次回は第3章に入りまして、行列式の第 3.1 節まで進みますので、その辺まで内容を確認していただきたいと思います。それでは以上で今日の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。